ここで上からの道と合流するみたいですね。右行けば上へと。いやー絶賛追い風で、しかもこの景色ですからね、気持ちいいですよね。この道は走った方がいいですよ気持ちいい。事前に地図で見てて義経寺っていうのがあったんで行ってみたいと思ったんですけど、ちょっとあの上なんですよね。あの上なんで、今もう12時17分。いや、ちょっと怖いので、今回はスルーです。ちょっとね、時間的に余裕を持って落としたいので。ここで339号終わりみたいですね。で、衝撃的な看板が、あそこにフェリー乗り場、東日本フェリーっていうのがあって、三前と福島、2時間って書いてありますね。昔ここから福島にフェリーが出てたんですね。すごい。海岸線から入ってきて三前駅の方に向かっています。なんか北海道の雰囲気が似てますね。到着です。ここが津軽線になるの駅です。ただ今はここまで列車来ておりません。開いてました。こんな感じですね。今はね、あのカニタってところまでしか走ってないんですよね。その先が通行止め、通行止めとは言わないか、1日5本だったんですね。ホームも行けるのかな。あ、行けるみたい。マムシ注意。ああ、ここあれなんですね。冬の時期は板とかはめるようになってるんですね。これどの辺まで線路つながってるんですかね。ここ普通になってからどれぐらい経つんだろう。だいぶ経つんですかね、こんだけ荒れちゃってるってことは。三前駅です。さて三前駅を出発しまして、津軽線沿いをちょっと走って、奥津軽今別駅、新幹線の駅ですね、へ向かいます。でもうお昼過ぎてるんですけど、朝まあがっつり食べたんで今日はいらねえだろうなって感じで思ってたんですけど、まあ、そんな感じでお腹も大丈夫なんですが、さすがにこの後も北海道渡ってからも走るので無補給というわけにはいかないので、この先にファミリーマートがあるので、そこでなんだっけ、イギリストースト、イギリスパン、あの青森の名物のあるんで、それをちょっとね一回食べてみなかったんで、それを買ってお昼代わりにしようと思います。で今日夜は、まあ、函館でなんか食べようかなって感じですね。看板とか全く出てないから分からなかったですね。ここが津軽浜名駅みたいです。駅舎はないみたいですね。カ
んな感じですね。が待合室ですね。行きノートとかあるってこと、空いてるのかな。空いてるんだ。これ毎日誰か開け閉めしてるんですかね。でこっち学校ですね。給食センターがある。では次今別駅行きます。今ありました。で今別駅まであと4分。すごいですね。昨日のあの小泊まりのファミマからここまでぐるっと津軽半島コンビニないっていうね。初めて食べます。イギリストースト。ではいただきます。ファミマ休憩終わりまして走り始めたんですけど、ちょっと調べたらね、今別駅どうも通り過ぎてたみたいですね。ファミマに気を取られてて走ってないからか看板がないんですよね。すぐでしたね。今別駅です。近代的な駅ですね。まあなんか特に夜ほどのところでもないので、次へ急ぎます。いや本当に看板ない。ここもね、今ずっと地図見ながら走ってきてたんで分かりましたけど、これ見てなかったらやばかったですね。大川大平じゃないの。大川大な。で次が津軽線だと津軽二俣駅で、そこが新幹線の奥津軽今別駅に接続すると。うわすごい、もう見えないし線路の向こうが。あ本当に大川大なんですね。平じゃないんだ。うん、ここはなんか寄ってみてよかったっすね。すごい景色も綺麗だし。大川大です。すごい、あれは何なんでしょう。白鳥じゃないよね。これ横線路です。すごいですね、草ぼうぼうで。道の駅と鉄道の駅は一緒なんですかね、なんか表示を見るから。着きました、奥津軽今別駅でございます。場所的にはかなり秘境なはずなんですけど、まあ、新幹線の駅なんで秘境感はないですね。あっちに半島プラザアスクルっていうのがあって、あそこは道の駅になってるみたいで、なんか上り見るとあそこで何か食べられるみたいですね。日中だと食べられる。であとなんか売ってるのかもしれないですね。駅は真正面ですね。津軽線の二俣駅はどこにあるんだ。下から上がってくるエレベーターでございます。で駅はあっち。謎に遠いですね。見つけました、あそこですね。道の駅の裏側のところに二俣駅ありました。今2時7分なんで割とギリになっちゃいましたね。めっちゃ狭いホーム。幅がめちゃめちゃ狭い。
線路は3つですね。3線珍しいですね。11番線ご注意ください。安全策赤い側が開きます。開くドアにご注意ください。奥津軽今別駅で運行状態にしてから、ここ函館駅まで一気にちょっとワープしてきました。本当は木古内で運行解除して、木古内からこの函館まで走ってくる予定だったんですけど、天気予報見たら北の風が9メーター吹くということで、途中向かい風になるんですよね。でまあ9メーターぐらい吹くともう巻いちゃってて、向かい風の場所じゃないところでも結構きつかったりするので、まあ、ちょうどあの道南イサリビ鉄道っていうですね、木古内からここ函館まで走ってるローカル線があるんですよ。それがまあ30分もしないで乗ることができたので、それに乗ってここまで来ました。だいたい1時間ぐらいでしたね。ではホテルへ向かいつつ、まあ、どっかいいところあればご飯食べるし、まあ、先にホテル行っちゃうか、そんな感じですね。ではしばらくちょっと函館の街中を走っていきたいと思います。松風町ですね。あのサブちゃんの歌で有名な。駅からちょっと離れるとなんかすごい静かになるんですね。いや寒いっす。今手元の気温計見たら10度でしたね。さすがに夏の長ズボンでは寒い。ラッキーなことに北海道上陸早々スープカレーを食べることができました。それではいただきます。ホテルまでの地図を見てたらですね、すぐ近くにこの奥須賀商店というスープカレー屋さんがあったので入りました。僕スープカレー大好きなので、北海道上陸すぐにスープカレーが食べられて超幸せでございます。すごい美味しかったです。ではホテルここからすぐなのでホテル向かいたいと思います。寒い。本日のお宿でございます。
なんと3775円です。すっげえ安いですよね。でどんなところかと思ったけど全然だって普通じゃないですかね。まあ昭和な感じ。全然。ああすげえ綺麗じゃん。もう全然 OK じゃないですか。これは全然大丈夫ですよ。ベッド広いし臭くないし。これで3775円だったらいいですよね。自転車はね持ってこれませんでしたね。まあでもロビーの入ってすぐのところに置かしておいてくれたんで。ではちょっとゆっくりします。